こんにちは、かなのあです。ピーン。はい、はい、今回はですね、うん、見てください。クリスマスイエーイイエーイ、クリパをしましょうじゃないですか。12月の大イベント。年を締めくくる日です。クリスマスパーティーをするだけじゃなくてですね、うん、なんかさっきインスタと今あの、まあ、ツイッターやってるんで、うん、そのでその女子カナノアに聞きたい女子の本音とはハテナびっくりびっくりびっくりみたいな感じで聞いたおきでそうね、それをちょっとお答えしながらそのパーティーをしたいと思います。とりあえずじゃあメリークリスマスで乾杯です。じゃあメリークリスマス。メリークリスでもお茶お茶、あ、おいしい。まずは明らかに天然ぶってる子に対してどう対応する？この化粧、あはは、あ、そうだったの、あ、私天然なんだみたいな子でしょ。怖っ怖っ。そういう子多分かな。普通にニコニコしてるのは、え、どうなんだろう。え、なんかね、多分そういう子嫌いになっちゃうのは。中3女子です。女の子が大好きです。どう思いますか？いいと思うのは、めっちゃよくね。嫌いな人に対して明るく振る舞う？そもそも私関わらない。もし近寄ってきたら、近寄ってきたら普通に話す。大人の対応です。浮気する人はどう思いますか？どっからが浮気なんてか、それなんかいまいちさ、わかんない、わかんない、いまいちっていうかわからない。リア充見るとはーってなりますか？なんない。告白は男子から、うん、それとも女子から、どっちがいい？相手がなかなか来なかったら自分くらいた方がいいじゃん。うん。クラスの一軍女子と仲良く平和にやっていく方法を教えてくださいって。なんだそれ一軍って。一軍とか思っちゃダメだよ。一軍って怖いの、ね、これ答え。ハゲオアブスオアデブならどっちを選ぶ？どれだろう。でもなんかハゲとかの方が楽しそうじゃん。なんかツルツルツルってできそう。毎日さ、ね、カツラとかさ入れ替えて遊んでるけど、やばバビーンよみたいな。そう着せ替え、カツラの着せ替え絶対楽しいって。やば、ムカつく声に対した方が。家帰って叫ぶ、本人に言う。告白したいです、いつのタイミングがいいですか？クリスマス。クリスマスが今年もやってくる。質問です。何ですか？かなちゃんって本当に家くんと付き合ってないの？本当に付き合ってない。カナの彼氏のは知ってるよ。誰？ドアだよ。あ、もうダメだ。あ、いや、休止休止。ただのバカだ。あ、休止。ごめん、全国のカナイヤファン。じゃあ、このもこんな感じですね。女子トーク。女子のやっぱね、聞きたいこと、いろいろありがとうございます。ありがとうございました。一応クリスマスなんで、家族とか友達とか、まあ、もちろん彼氏さん、彼女さんとかと、楽しく、お過ごしください。こんななんかのんびり ね、 そうですね、クリパー本音トークみたいな感じで終わります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。メリークリスマス。メリークリー、バイバイ、バイバイ。